ご質問ありがとうございます。追記の開始時期なんですけど、すみません、ちょっと日記帳を見れば正確な日数は分かるんですけど、おおよそなんですけど、2月の下旬あたりから始めまして、でそれを、冷蔵庫に移しまして、で冷蔵庫の温度はだいたい多分3度ぐらいだと思うんですけど、そこで貯蔵しまして、4月下旬に、うちの従業員一同で植え込む作業をして、こんな状態に至ります。よろしいですか？